東京フェニックス背番号10山本久代選手のトライです。東京フェニックスのリードです。
東京フェニックス選手の交代です。1番辰巳千晶選手に代わって5番塩崎由衣選手が入りました。失礼いたしました。東京フェニックス選手の交代です。1番辰巳千晶選手に代わって5番日向路愛選手が入りました。東京フェニックス背番号7大島千佳選手のトライです。背番号10山本久世をコンバージョンゴール成功です。前半終了です。ご覧のように12対0東京フェニックスリードです。
東京フェニックス背番号10山本久代選手のトライです。17-0で東京フェニックスのリードです。名古屋レディース選手の入れ替えです。11番門脇美香子選手に代わって5番石渡しおり選手が入りました。東京フェニックス選手の入れ替えです。8番山田玲選手に代わって2番 T. タワソシ選手、3番オンジョリーナ・レイアトワ選手に代わって12番大社池田翔選手が入りました。東京フェニックス選手の入れ替えです。9番キリタプテマント選手に代わって11番杉江智香選手が入りました。東京フェニックス背番号10山本久代選手のトライです。背番号10山本久代コンバージョンゴール成功です。24-0東京フェニックスのリードです。
ショア。東京フェニックス背番号4、鈴木美咲選手のトライです。ノーサイドです。マッチナンバー12、東京フェニックス対名古屋レディース、ご覧のように31対0、東京フェニックスの勝利です。